トレーラーコレクションは2006年から株式会社トミーテックが製造・販売を行っているトレーラートラックのディスプレイモデルである。同社の他のジオラマコレクションシリーズ同様、日本型 N ゲージの一般的な縮尺である1、150によるブラインド販売パッケージモデルである。2010年までは年1回のペースで発売されていた。 最新製品は2020年3月発売の第10弾である。専用の収納ケースも販売されている。2011年よりオープンパッケージ2台セット形式での販売も行われており、一般流通店品とは異なる企業限定品も発売されている。また、会場コンテナ5個セットやトップリフターと会場コンテナのセットも販売されている。 トラックに積載されているコンテナは、トミーテックの鉄道模型部門である、トミックスのコンテナ車に搭載可能である。また、一部のトレーラーには、鉄道コンテナ積載用の爪があるため、トミックス製のコンテナも積載できる。関連が強い商品に、同社のトラックコレクションがあり、一部の車種で部品を共有している。各段とも、シークレットは一種類。 1> 第1弾2006年2月発売。トラクタの車種は、日野、プロフィア、イスズギガ外1型、3型ハイルーフ、日野、HE の3車種4タイプで、HE 以外は、トラックコレクションにて、先行登場した。トレーラーは40フィートコンテナトレーラーと26、KL タンクローリーの2車種で、どちらも新作。40フィートコンテナトレーラーのテールランプは丸型2連。 タンクローリーのテールランプは、角形3連。トラクタシャーシは、現行車種用と旧型用があり、それぞれで、補給類や踊り場のサイズが異なる。一部の車種を除いて、コンテナトレーラーのタイヤは一部を除いて、新しい金型のものが使用され、第2弾より、基本的に、全車標準装備となる。結果的に、第1弾のみトラクタのホイールがすべて旧金型のものとなった。 積載されている海上コンテナは40フィートのドライコンテナと冷蔵コンテナの2種類。トラクタのリアフェンダーはフェンダーラバーがない形状のものがメインに再現されているがタンクトレーラー牽引のトラクタのみリアフェンダーがラバー付きの半円形状のものを装着していたのも特徴の一つである。コーナリング時にトレーラーのターンテーブル部に接触してしまう特徴があり、 あとに2台セット形式で登場するタンクトレーラー牽引のセミトラクタは海、コントラクタ同様のラバーがないフェンダーになっており、結果として第1弾だけのパーツとなった。こちらは通常品とナンバーが連番になっている。第2弾2007年2月発売。トラクタの車種は三菱不装、スーパーグレート前期型、UD クオン、日野、プロフィアハイルーフ、日野、HH の4車種で、 hh 以外の3車種は新作である。トレーラーは、フルハーフ製40フィートコンテナトレーラー、現代成功性20フィートコンテナトレーラー、重トレーラーの3車種で、40フィートコンテナトレーラー以外は新作。全車タイヤが新しい金型のものに変わっている。フロントタイヤの金型は新造したもので、リアタイヤは、第1弾のトレーラーから流用。プロフィアは、 以前に登場したノーマルルーフのモデルに比べてヘッドライトの反射鏡や顔のウインカーランプの出っ張りが再現され火のマークが少し大きくなるなど金型製作時に改良がかなり行われている。サン三クトラクタのシャーシはトラックコレクション第2弾のダンプ、ミキサー用シャーシの流用でダンプ車、ミキサー車はシャーシのカプラ用の穴が蓋で塞がれていることから この時から3軸トラクタの構想があったことが伺える。このダンプシャー支流用のトラクタはカプラコーが1軸トレーラーと同じで2軸トラクタのトレーラーと連結コーが同じである。スタイルこそカプラコーの高いを元トラクタ前としているが実車でも近年登場したカーゴ向けタイプの3軸トラクタとしても使用可能である。3軸トラクタのリアフェンダーは新金型。 10トレーラーのテールランプは丸型3連。20フィートコンテナトレーラーのテールランプは、角形2連。第3弾2009年6月発売。ラインナップされたトラクタの車種は、日産ディーゼル、ビッグサム中期型と、後期型、三菱不走 FV ハイキャブの2車種3タイプで、今回3車種とも新登場である。トレーラーは、等級性40フィートコンテナ3軸トレーラー。 日通商事製、ポールトレーラーと、東洋車両製鉄道用、ポールトレーラーの計3車種で、こちらもすべて新作である。40フィートコンテナトレーラーのテールランプは、角型2連、ポールトレーラーは2種類とも丸型2連。今回コンテナはすべて新作の40フィート、排気ューブドライコンテナのみ、第2弾以前の標準工のものとは、全工が異なる。また、 今回から事業者を特定しないフリータイプの車が多く製品化されるようになった。これまで製品化された一般営業用の車は大半が10から31ナンバーであったが、今回より一般営業者が増えたためそれ以外のナンバーも多く登場するようになった。また、これまで製品化されたコンテナはすべて国内の事業者。 のみだったが、海外の事業者のコンテナも製品化されるようになった。三軸トラクタのシャーシは完全親近型で、ポールトレーラーを牽引するためのピントルフックと鳥居が追加されたほか、ガソリンタンクの大型か、スペアタイヤが右側へ移動された。ホイールベースおよびピントルフックを含めない全長については、ダンプ用シャーシと同じである。二軸トラクタシャーシとは異なり、燃料タンク。 角マフラーが別パーツ化されておらず、三軸トラクタでは車種によって違う角マフラーが再現、されていない。右側の補給類も二軸トラクタの旧型シャーシに、準じている。ポールトレーラーは、鉄道コレクションおよびトミックス製の車両に装着、可能。第二弾の三軸トラクタと比較すると、カプラ連結口が高くなっており、実車さながらの違いが再現された。 第4弾2010年3月発売。トラクタの車種は、第2弾で登場したスーパーグレート前期型のほか、新作のスーパーグレート前期型ハイキャブ、スーパーグレート後期型、日産ディーゼルレゾナシー800、三菱不装、W250 型の4車種6種類。レゾナシー800は、トラックコレクション第6弾で先行登場。他の3車種は新作。 トレーラーは40フィートコンテナトレーラー2種のほか、重トレーラー A、B の合計4車種。スーパーグレート後期型は、スーパーフルキャブと呼ばれる、ハイマウントキャブ仕様になっている。40フィート生高、タ冷蔵コンテナが新規制作されている。第1弾のものと全項が異なる。重トレーラー A のテールランプは長方形、重トレーラー B のテールランプは丸型2連。また、 レゾナについてはトラクタのみ、トラックコレクション第6弾の活用運搬車と同じ、ホイールカバー付きのタイヤとなる予定であったが、通常のホイールカバーなしのものに急遽変更された。そのため箱へこそ、ホイールカバー付きになっているが、公式サイトの写真もホイールカバーなしのものに変更された。第5弾2010年12月発売。トラクタの車種は、第1弾以来の AG。 既存のプロフィアハイルーフとビッグサム中期型、新作の日のスーパードルフィン前期、最終型の4車種5タイプ。新作のトレーラーは、日通商時制中低小コンテナトレーラー、日の車体制高床版トレーラー、中低小ウイングトレーラーの3車種。今回会場コンテナは40フィート、ハイキューブドライコンテナと新作の40フィート、フラットラックコンテナの2種類。 バントレーラーのテールランプは丸型2連。ウィングトレーラーのテールランプは角形3連。スーパードルフィンは1981から84年式の丸目の前期型と通称機グリル機と呼ばれる1990年以降の最終型を製品化。第6弾2012年3月発売。今回新たに新規制作された車種は日のスーパードルフィンプロフィアで、 三種類の顔が作り分けられた、他、中期と最終型にハイルーフ仕様があり、それらを含めると合計5種類になる。これまでキャブと一体成形されていたフロントバンパーはトラコレ、トレコレ通して初めて別パーツ化され、エアダムありのバンパーとエアダムなしのバンパー、オーバーライダーの有無を一つのキャブで多数再現できるようになった。 キャブ後方にあるシュノーケルも左右に装着することが可能なように設計されており、形式バリエーションが大幅に増えている。これまでは単なる色違いのトラクタが製品化されたが、今回ドルフィンプロフィアに関しては6台とも細部の仕様が異なる仕様となっている。今回トレコレ初登場の車種はトラコレ7段で登場したギガ4型。クオンはトレコレでは第2弾。 以来5年ぶりのラインアップとなるが、今回は UD トラックス仕様として登場した。マークが UD トラックスのものに変わった以外は、第2弾に準じた仕様で、ホイールも実規格の8スタッドである。トレーラーはすべて過去に登場したもの。コンテナは30フィートドライコンテナ2種と20フィート、バルクコンテナが新規製作された。第7弾2015年3月末発売。 前段より3年ぶりの新作となった。新たに2010年5月にビッグマイナーチェンジで登場した最新型ギガが新規制作された。セミトラクタ4台には ISO 規格10スタットアルミホイールを装備している。補給類が違うためシャーシも新規制作されている。ギガのミカプラーはトレコレ4段で登場した新金型のものが装備されている。トレコレ初となる。 フルトレーラーが登場した。フルトラクタに関してもタイヤ以外はすべて新規パーツとなっており、トラコレトレコレで初めてベッドレースショートキャブ車が再現された。スーパーグレートはコーナーパネルの分割線が追加された以外は4段の時と特に変更はない。第8段2017年9月発売、前段より2年半ぶりの新作となる。既存のスーパーグレート中期、 グランドプロフィア、クオン、初代ギガ最終型に加えて新型ギガハイルーフ、リフトカプラ、長尺トラクタシャーシ、20フィート ISO タンクコンテナ、タンクコンテナ用三軸トレーラーが新規製作された。先行、トランスシティのプロフィア、日輪ギガ、白の新型ギガのみ、ISO 規格の10スタッドアルミホイールを装着している。新型ギガハイルーフ2台はなぜか ジス企画の8スタートホイールになっている。は、リフトカップラ付きトラクター第9弾2019年1月末発売。トラクターは既存のスーパーグレート、初代ギガ最終型ハイルーフ、グランドプロフィア、クオン、ニューパワー中期、初代プロフィア中期、後期型と、初代プロフィア前期型のカーゴ系フェイスが新規制作された。前期型のトラクターフェイスは、 第六弾の時に登場しており、今回はなぜか純正仕様では実在しないカーゴ系のフェースとしてセミトラクタが登場した。初代ギガ最終型ハイルーフは、トレコレ第5弾シークレットで初出し、初のレギュラー入りとなる。一軸カーキャリアトレーラー、ポールトレーラーの長尺ドローバー、積載物のトラス、冷凍トレーラーの冷凍機、リフトカプラを装備しない長尺二軸セミトラクタが、 制作された。シャーシ自体は第8弾、リフトカプラ付きトラクタの流用で踊り場など一部のパーツを追加している。カーキャリアトレーラーのタイヤは固定式だが、車体本体とは別パーツになっている。ニューパワー中期はトラコレ2大セットで登場し、レギュラー入りは初。ニューパワートラクタも今回初登場である。ウィング、冷凍、海コントレーラーには、 ISO 規格10スタッドホイール装着。ウィングトレーラーのみ、扁平タイヤで10スタッドスチールホイールになっている。40フィート二軸トレーラーに、コンテナが積載されている。第10弾2020年3月末発売。トラクタは新型ギガハイルーフ、スーパーグレート2種、クオンハイルーフ、ビッグサム後期、HE が登場。2017年に MC モデルのスーパーグレートが、 今弾発の新作で、それ以外は過去に登場したものである。2007スーパーグレートは何度か登場しているが、今回初めて ISO 規格10、スタートアルミホイールが装着されている。トレーラーは、トレックス製三軸バルクトレーラー、一軸コンテナトレーラーが新作として登場し、冷凍トレーラー、20フィート2個積みコンテナトレーラーが登場。 冷凍トレーラーは前段で登場したものと同じ。バルクトレーラーには車軸を押し込むと高い位置で車軸が固定されるリフトアクスル機能が再現された。20フィート2個済みトレーラーはトレコレ第2段で登場したフラットトレーラーで登場当初からコンテナトレーラーとしても使えるように設計されていたものをコンテナトレーラーとして応用したものである。バルクトレーラーとコンビを組むトラクタは 新規制作された E 尺のシャーシを採用しており、微妙にホイールベースが長いことと踊り場に燃料タンクが追加されている。一軸コンテナトレーラーに搭載される UT20A、UT22A タンクコンテナもトミックスでは登場しておらず、新規作成されたものである。バルクトレーラーのテールは角型2連。 一軸トレーラーのテールランプはモールドがなく、印刷での再現となっており、角型テール、丸型テールの違いを印刷で再現可能になった。フラットトレーラーのテールランプは、金型回収で、オーモールドの丸テールが埋められ、印刷での表現に改められた。オープンパッケージ第一弾をリニューアルする形で、2011年3月発売に3種類、発売された2大セット。 40フィートドライコンテナと40フィート冷蔵コンテナを1台ずつに乗せている。トラクタはメーカーのカタログカラーとしたフリーランス。限定品関連商品。ありがとうございます。